今回は 4K アクションカメラ Amazon で買いました。一番安いやつですね。これ今画像では4980円出てますけど、私が買った時はタイムセールで1000円引きで3980円で買いました。まあ、とにかく一番安いやつということでですね、自費で買いましたので、この辺のレビューは早送りで省略しておりますけど、まあ、いろいろ付属品がついておりましてですね、防水ケースに、車載のケース、あとはそういういろいろマウント用のものが結構ついて、バッテリーも2つついてて結構お得な商品ですかね。今回は昔買ったアクションカメラ用の大型のクリップですね、これを使いまして、胸に挟んだり、自転車のハンドルに取り付けたり、手に持って撮影したりして、どんな映像が撮れるのかっていうのをいろいろ試してみました。車用だけは別な吸盤タイプのを使ったんですけど、それは後で映像で出てきますので、その時ご紹介します。まずは徒歩でですね、歩きながら公園を歩いてみました。スマートフォンをですね、手に持って、4K カメラは胸にクリップで止めて、同時に撮影した映像なんですけど、左上の映像がスマートフォン、ピクセル 3A なんですけど、と大きい方が 4K カメラですね。明らかに手ぶれ補正が効いてないと言いますか、機能がないんで、明らかに手ぶれがひどくて、これはちょっとお粗末と言いますか、あまりにもひどいと、まあ、最初に手ぶれ補正がないっていうのを見ていただこうと思いまして、ちょっとこれは何かに使える映像ではないですね。まあ、スマートフォンの手ぶれ機能がいかにすごいかと。ちょっと自販機を同じ大きさにですね、拡大してみたら何か違うかなと思ったんですけど、なんだかフル HD のスマートフォンの方が綺麗ですね。では、マッチブラをするならスマートフォンで撮った方がいいですねという結論ですね。続いて、ロードバイクを乗ってる時に胸にクリップで挟んで、よくあるアングルで撮ってみたんですけど、まあ、手ぶれ補正ないんでですね、見ていただくと分かる通りなんですけど、信号待ちはまだ、マシですね。普通に見え映ってまして、多少手ぶれはありますけど問題なく映ってますが、そろそろ青になりましたらば、青ですね、動き出すとこんな状態ですね。これは、まあ、今回の中で一番手ぶれがひどい映像です。これはさすがにちょっと、手ぶれがないっていうのはこんなに大変な映像になるんですね。さらに今度はハンドルに固定して、まあ、仮止めですね、して撮ってみました。やはりまた信号待ちからなんですけど、信号で待ってる時は、まあ、やはり同じですね。だいぶ 4K らしい青空とかは綺麗に撮れてますね。後ろのビルとか、まあ、動く車はどうですかね、ちょっとはっきりとは映ってないですけど、で今もうすぐ青になるんですかね。青になりまして、スタートしたら、先ほどの胸のアングルよりかは、まあ、多少マシですけど、それでもグワングワンという映像になってますね。こっちのハンドルの方が揺れ上が少し抑えられてるんですかね。ガタガタっていうよりも、今度はグルグルっていうか、
そしてこちらが、今回ですねこのカメラを一番安いのを買った一番の理由なんですけど、今私が後ろ向きで写って、カメラをセットして今電源入れたんで下の 4K 部分ですね映り出したんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、私いつも一人で自転車乗ってますので、なかなか自分一人だと同じアングルの絵しか撮れないと言いますか、なかなか自分が乗ってるところを映すってことができないんで、まあ、今回この今やってるみたいにですねカメラを、定点的に固定してですね今私が映ってるのを、まあ、固定カメラで映した状態で、まあ、ワンポイントでですねちょっと違う視点の映像を入れたいなっていうのがありまして、こういう感じでカメラを設置しっぱなしですね。で、まあ、当然私一人なんでですねカメラを撮りに行かなきゃいけないんですけど、自転車ってなかなか、まあ、今これ山手通りなんで歩道側に自転車のレーンがありますんで、まあ、戻るのは簡単なんですけど、他の道だとぐるっと回って車道を走ってカメラを撮りに行かなきゃいけないようなところもありまして、こんな感じでしばらくですねカメラをこう設置しっぱなしにして撮りに戻る時間というのがありまして、この間に例えば GoPro とかをこの状態でですね放置してしっぱなしっていうのはなかなかちょっと勇気がないんですね。これならサンキュッパのカメラだったらこういう感じで今戻ってきてですねカメラを回収しに来たらカメラがなかったなんてことがあっても、まあまた買えばいいやっていうですねそういう金額のカメラを、まあ、今回これが一番の理由ですね。今度は車にのドライブレコーダーとしてですねちょっと試しで使ってみました。吸盤タイプの、アクションカメラ用のですねマウンター、なんか家にあったんでそれ利用してるんですけど、今、水平なところですね平らなところに吸盤をつけて、まあ、こんな感じでですねだいたい水平になるように設置してテストですね。車の場合は、シガーソケットから USB で充電しながら録画することができるのを確認しております。充電しながらでも微妙に充電の残量は減ってましたので、ある程度いつかは限界が来るのかもしれないですけど、数時間は余裕で録画ができました。では実際の、ドライブレコーダーで録画した映像ですね。簡単なんですけど、天気のいい日だったので結構綺麗に映ってますね。手ぶれもなぜかドローンでこうで車に車載だと全然手ぶれができないんですね。今この左上に出てきたのは普段使ってる FHD のコムテックのドラネコの映像今の左上のサイズがフル HD のサイズで、今見えてるのが 4K サイズですね。まあ、一応比較ということでフル HD を拡大して左右に並べて比較してみました。まあ、結構昼のこの時間だとかなり 4K だっていう方が映像がくっきり見える感じですね。まあ、当然フル HD を拡大して、まあ、2倍近くに拡大してますんで当然ぼやけた感じになるのは当然で、この上の青い方向は文字とかがかなり違うんだろうと思いますね。まあ、これは駒沢通りの陸橋を渡っているところですね。夜
夕方の映像を出すんですけど、夕方だとあんまり違いがわからないんですけど、昼のこの天気のいい晴れの日の映像はかなり違いがあるんですね。また青い標識の文字で 4K だとはっきり文字が見えるのがわかると思います。当日の下の文字ですから、かなり、まあ、今回のこれって一番綺麗だなって思った場面を出してますんですね。結構綺麗ですね。手ぶれも全然なくて、あの自転車の手ぶれは一体何だったんだっていうぐらい、車だとやっぱりクッションがあるんで、サスペンダーって言うんですかね、その辺が関係してくるんですかね。続いて夕方ですね。これ4号の首都高4号線の高井戸インターから乗った映像ですかね。こう渋滞しておりまして、まあ、左上に出たのがフル HD のドラレコの実際の解像度の映像ですね。まあ、ちょうど4分の1サイズ、 4K と比べてフル HD は1/4、まあ、今回はちょっと上下にですね、比較、上がフル HD、 下が 4K、まあ、この後トンネル入るんで今回は上下の方が見やすいかなと思いましたので、まあ、意外と夕方だと違いがそんなに出てこないですね。ビルの上の黄色い看板の文字がはっきり見えるか見えないか、明らかに違うかなぐらいで、他はそんなに、さっきの昼の映像に比べると全然違いがよくわかんないかなっていうレベルだったんですね。特に上のあのコムテックのドラレコ HDR ですかね、夜でも綺麗ですよ。機能がカメラについてるので、その辺も影響してくるんですかね。まあ、緑色の標識の違いがありますかね。まあ、そこで結構思ってた渋滞してましたので、ちょっと倍速で10倍速で、このドラレコはタイムワープっていう機能がついてると思うんですけど、まあ、この映像はただ単に編集ソフトで10倍速にしましたよっていうね。で、高速の料金所でちょうど緑色の標識がたくさんあるところで、解像度の違いが分かるかなっていう。
ドライブレコーダー専門専用の機器のとの違いですかね。で、これ結構長回しで撮りました。で、30分ぐらいの映像なんですかね。最初のスタートは合わせたんですけど、結構お尻の方になるとちょっと時間がずれてるんですね。多分1秒ぐらいずれましたかね。まあ、その辺はカメラのが全然違いますんで、こんな感じで外に出まして、今回の映像はここまでですね。まあ、結論としましては、結構使い方によっては使える 4K カメラですよということですね。まあ、ものすごく綺麗な景色を撮りたいんだとかっていう人は、もう GoPro 買ってくださいということですね。